可愛いの形が一つだけだとか子供っぽいとか今時じゃないとか、誰が決めたんだっけ。日本の女性の数が6400万人なら6400万通りの可愛いがあっていいはず。この可愛いはサボる、真剣すぎる、この可愛いはもっと味方を増やしたい、この可愛いは熱中する。熱中したら邪魔させない。この可愛いは我慢しない。昔からクラシック好き。この可愛いはステレオタイプを壊す。かすり傷なんて気にしない。この可愛いはキャリアをとことん追求する。誰かのために頑張る。自分の夢を追いかける。答えは一つじゃないってやっと分かり始めた時代に、私の可愛いを決めるのは私だけ。行こうよ、行きたい場所へ。可愛いを攻めていく。